美濃浦駅は、香川県観音寺市豊浜町美濃浦にある、四国旅客鉄道予讃線の駅。駅番号は Y21。香川県内の鉄道駅としては最西端、かつ最南端に位置し、川之江駅との間で、愛媛県との県境をまたぐ。島式ホーム一面二線を有する地上駅。線路の使用方法は1番線が上下副本線、2番線が上下本線となっている。交換列車がないときは、列車種別に関係なく2番線に入線する。観音寺方面には、車庫がある。貨車を改造した駅舎を持つ。無人駅。JR 四国発足前後の一時期、旧型客車を改造したカフェレストラン AT8 が併設されていた。1日平均の乗車人員は以下の通り。予讃線には、起点の高松駅より当駅までトンネルがないが、当駅の西にある鳥越トンネルをはじめとする同線のトンネルは断面が小さく、パンタグラフ折りたたみ高さが 4000mm 未満でなければ通過できないため、JR 他社の電車の大部分は当駅より西に入ることができない。JR 四国以外の電車、電気機関車では285系電車、EF65 系電気機関車、EF210 系電気機関車が鳥越トンネル通過対策済みとなっている。ABC 石野彰、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編に JTB、1998年、634ページ。ISBN 978-4-533029-806。最南端の駅については、鉄道事業法及び軌道法に基づく路線の駅にまで範囲を広げた場合は、運遍寺、ロープウェイの山頂駅が該当する。AB、貨車で待合室改築。交通新聞 P2、JR 四国の前身にあたる国鉄四国総局末期の1985年7月に高松駅で誕生し、JR 四国発足後も展開していた飲食店。物販店舗のブランド。JRR、山系 JR ブックス 3JR の本、大和渓谷社、1989年、148.152 ページ、観音寺市の元凶11、運輸、通り新2021年4月14日閲覧。ありがとうございます。